皆さんこんにちは、一閑張のりあんです。今日はこれ前回ちょっと前好評いただきました絞りの浴衣のワンピースを作ろうっていうのをやったんですけど、簡単なの思いついたんで、もっと簡単浴衣でワンピースっていうのをやってみたいと思います。お家にありませんか、いらない浴衣。盆踊りで揃えた浴衣とか、若い時に着てた浴衣とか、あと私みたいになんかめっちゃあんねん。反物いっぱいもらったって反物いっぱいもらってどうしようかな、なんかいつか遊ぼうかなと思って、そのまんまのやつとかありませんか。今日は反物からでも、ほどいた浴衣や着物からでも、とっても簡単に作っていただけるワンピースを作りたいと思います。寝巻きにも最適、ホームウェアにぴったりやね。もうね、めっちゃ簡単やね。今日は型紙なし、待ち針なし、縫いなし、切って縫うだけっていう感じでやっていきたいと思います。ではいつものように簡単な説明をしていったので、合間合間に入れていくので、そこで寸法とか細かい作り方をチェックしていってくださいね。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録していただけると、いつも新しい話題のお知らせが届きます。高評価つけてくださると頑張れますので、よろしくお願いします。反物ね、いろいろ見てほしいんやけど、見てみて、こういう反物だいたい同じ長さやね。でもこのね、お相撲さんの反物だけちょっとほどいてあんのもあるんですけど、わかるかな、ちょっと大きいんですよ。まあ、ほどいたのもあるからちょっと伸ばしてみようか。ここね、春日山さんこういう反物で、よいしょ、これね、こう重ねて広げるとこれぐらい、3センチぐらい広いのかな、 2.5 から3センチ広いのが普通の反物の幅って、だいたい33センチから36センチ。今見ているやつで 34.5 センチ。こっちのはこれお相撲さんのやからかな、それとも男物やからかな、分からへんけど、ちょっと広いんですよ。これはね、37センチ。だから同じ作りでも反物の幅が違うとサイズがちょっと大きくなったりとかするから、その辺はお好みでね。あと、いつも私はちょっと大きめなのでっていうコメントいただくので、いつかこの作り方でとっても簡単ワンピースゆったり編とかっていうのも作れたらいいなって思ってます。今日はね、いろいろ反物どれしようかなと思って悩んだんですけど、この傘の反物とか可愛いでしょ、可愛いんやけど、これはとってもお気に入り、とっても可愛いんやけど、これは使ったことあるからいつか使おうと思ってた、この新品のちょっと黄ばんでるけど中きっと綺麗やと思う、これを使ってやっていこうと思います。作り方の紹介をします。着丈がここのね、肩のとこから裾までが108センチから120センチぐらいで考えています。布の長さと着丈のイメージはこちらになります。縫い代込みで入っています。着丈108センチが良かったら224センチ、ここね、224センチ、115センチが良かったら238センチ、ここ238センチっていう風に考えてください。だいたい身長が160センチの私の場合、108センチは膝下、膝下10センチ。だいたいですけど、こんな風なイメージでお作りしています。用意するものです。ご質問が多いので、今日は単幅だけではなくって、寸法も書いてみました。だいたい浴衣や着物の単物の幅は33センチから36センチくらいです。単物の幅のまんま、長さが240センチ。私の膝下12、3センチぐらいやね。もうめんどくさいから分かりやすい長さにしました。240センチのものを2枚。半幅ぐらいっていうのは奥身幅。この反物の幅を半分に切った。ここが半幅になります。この半幅ぐらいのものを36センチの長さに
2枚用意してください。着物や浴衣をほどいた時の下準備です。反物をカットするまんまの方は先ほどのまんまで準備 OK です。着物や浴衣をほどいたバラバラの状態でお持ちの人はちょっとひと手間かけてください。着物や浴衣をほどいたら一番大きい布が身頃っていうのかな、前と後ろつながってるんですね。こんな長い1枚の布になりますけど、真ん中あたりにこれぐらい切り目が入っています。ここに切り目が入っています。ここを中心に折ります。こんな感じに折れると思います。顔表に合わせて縫い代1センチで芯かけてください。ここはほつれないようにジグザグミシンをかけておいてください。アイロンで綺麗に押さえておくとびっちり綺麗に見えますね。これを肩の中心のところとして使います。2枚用意してください。はい、では用意します。まず240センチの布を2枚用意します。結構240って長いよね。これ作り方見て覚えてる？あれ、あの作り方にめっちゃ似てるやんって。そう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 、チュニックの作り方もっともっと簡単にしてでワンピースにしようと思ったの。東大元暮らしなんで思いつけへんかったんやろね。あとなんかいろいろ応用できるので、それもなんかもう目から鱗って感じのやつを用意していきたいと思います。この反物はやっぱり案の定色黄ばんでました、上の表面のとこだから、ほどいて切っちゃいました。240センチということは60センチが4つ、はい、50センチ、それで240や。真ん中のとこ印つけとこうな、後でね、この印はいるからね、表裏分かれへんなるから、これこうやって縫うしさっとこう、ちょこちょこね目印やっといたらあと楽やから。これで120センチ、じゃあ240、4、6、24やからね、はい、これが240が2枚、半幅ぐらいね、36センチの半幅ぐらいやから、まず36センチ切ってそれを半分に切ったらいいんや。太いところに線合わしてね、で66のところに合わして30から66で36、10、20、36、ここをこれで半分に、縦半分にしたら半幅になるね。この反物の幅が36センチやから13センチ、18センチ、合うてるかな。用意できました。そしたらこれを縫っていきます。ミシンの部屋へ行くよ何やこのポーズ。身ごろを縫います。縫い代は全部1センチです。反物の幅のまんま使っているので端の始末は何もしなくて大丈夫です。洋服の布や普通の布をカットしてご用意された場合は両端をジグザグミシンやロックミシンかけといてください。そうすると楽です。では身ごろを縫います。中表に合わせて、中表よ、中表に合わせてここ2枚揃えます。さっき用意した長い布を2枚重ねてください。そして1センチの縫い代で端から端まで縫っていきます。この時に襟のところを開けとく必要があるので、2つに折った中心線のこっちから13センチ、こっちから23センチ、ここは縫わないで飛ばせてください。もう一回言います。端から縫っていきます。ここで返し縫いして一旦終わり、またここから縫い始めます。返し縫いしてまた端っこまで縫ってってください。最後は必ず返し縫いです。これを開いてアイロンで縫い目をきれいに押さえていってください。こういう感じになります。今度こっちが表ですよ。を開けるとこういう感じになります。身ごろ縫っていきます。長いよ長い、とにかく長い不安な人は洗濯バサミで、長いからずれるの不安な人は洗濯バサミでこうやって止めといてあげたらいいよ。でこの時の注意は、首の抜けてるところ中心のとこから13センチと23センチ開けとくのがポイントやから、こうやって2枚合わしていったら、あ、ここここ、さっき忘れへんように目印で
こうやって印つけたね、中心のところ。そしたら分かれへんようにならへんやん。ほら、ちょっと中心ずれてるけど、気にしない。どっちか一本に合わせたらいいから。ついててややこしいなと思ったら水かけて消しちゃおう。チュッチュッ。ほら、消えた。パンチン。ずれへんようにやっときます。もうこんなんね、いちいちしつけとかかけてたらやってられへんでしょ。もう簡単にお気楽、極楽に作りたいでしょ。私はそうやね。そやからここでもう印つけたところで、ここを中心として印つけるよ。後ろ13センチ、前23センチ。だいたい浴衣のって上下どこでもええようになってるはずやから、ちょっと塩梅見てやね。前に23センチ、ここの印から23センチ開けとく。ここまで、ここは縫わへんとこな。で、後ろも13センチ、後ろの空きな。そしたらここからここまでは縫わへんっていう目印つけとくので、何しようかな、洗濯バサミの模様描いとこうか。で、縫えへんところは違う洗濯バサミにしよう。端っこから1センチのところ、端っこから1センチのところをミシンで全部縫っていく。縫い終わり、縫い始めは必ず返し縫いしてください。ほな、縫っていくよ。ミシンカモン。1センチ幅ね、私のはメモリがついてあるから分かりやすいんやけど、またいつもの通りミシンに目印ついてない人はつけてあげたらいいよ。この針のところ、いいところから。こんなん、妙斎の人見たら置くよ。1センチ。あ、マジックね。ここ、ここら辺1センチ。また書いたミシンに。ちょっとね、やっぱまだ黄ばんでたから、おうち着用にもったいながらんと作ることにして正解やったね。ほな、縫っていくよ。ここ1センチの目印ついてるから、そこの端っこに、よいしょ、2枚合わせた布をこうやって、ミシン返しのね、ほら、こうやって縫ってったらずっと1センチ間隔で縫えるよ。いきまーす。あ、ほら、違う目印の洗濯バサミ来たやろ。ほんなら、ここ縫い止まりや。ここ忘れんと開けとかへんと首かけへんよ。はい、返し縫い。そしたら、ここピヨーンと飛ばして、次のクリップ出てきた。ここ、ここ。からまた縫い始め、たたたたた、はい、長いの縫えたよ。めっちゃ長かった。で、アイロンで割っていきます。本当はでっかいアイロン台あるからそっちでやったらええんやけど、ちょっと撮影しやすいようにいつものちっこいアイロン台でやろうかな。めんどくさだったらでっかい方に移ります。こうやって割って、あ、いけるかな。めんどくさいから大きいアイロン台に移ります。こんな風にアイロンで広げていきます。ではアイロンを押さえて縫い目が綺麗に割れていると思うので、ここを糸ステッチをかけていきます。前にここ縫わずに開けておいたところに、あれば伸び止めテープを貼っておいてもいいでしょう。伸び止めテープっていうのは接着芯を細いテープ状にカットしたようなものです。もしお家に接着芯があるのなら1センチ幅ぐらいにカットして、そこをこのところに、端っこのところにアイロンでくっつけといてあげると首の周りがしっかりしたこしらえになります。ではステッチかけていきます。アイロンで割ってきれいになったところですね、縫い目から5ミリぐらい、ミシンの押さえでの幅ぐらいのところをずっと、ここはつなげてね、トン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 と下上から下まで全部ミシンかけてください。こっちも上から下まで全部ミシンかけてください。そうするときれいな首のラインができますよ。先ほどの浴衣や着物をほどいて剥ぎ合わせた方、ここがラインの剥ぎ目になります。ここね、肩のところがラインの剥ぎ目になりますよ。はい、じゃあ2つ重ねたところをミシンで縫えたんで、ここをアイロンで縫い代割っていきました。ピーッとね。で、ここ首開いてるところ、ここはね、縫ってないから首開いてるよ。ここまで縫ってあるからね。ここまで縫って、縫い飛ばして、こっからまた縫い始めてるから、ここは首開いてます。縫い代をアイロンで割った時に、こことここつながるような大体の感覚でアイロン当てときました。接着芯貼りたい人は、
ここに1センチか5ミリとかの接着芯貼ってアイロン当てたらよ。シルクとかはそうした方がきっちりいくかも。今日は浴衣でカッチリしてる面なのでこのままやっていきます。次どうするかっていうと、ここ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 端っこからやるんやけど、ここの縫い代あるやろ、ここの縫って割ったところ、このままやったらここピロピロなるでしょ。だからここ5ミリぐらい縫ったところから5ミリぐらいのところミシンで押さえていきます。端っこから端っこまでよ。でついでにここ首開いてるところ、この首開いてるところもそのまままっすぐ同じように続けて、タタタタタタタと続けてミシンで押さえていってあげるとしっかりしたええ首になるからね。ほんなら縫っていこうね。縫っていくね。ここ縫う時のポイント、こっから5ミリってだいたい目分量、私はここの見えへんけどミシンの押さえの幅、ここを使って縫ってるよ。そしたらこれでチタタタタタって縫っていくからね。まず最初これも返し縫いする、必ず私は返し縫いでいきます。次はお袖をつけます。お袖はさっき用意した36センチかけるこれぐらいの幅のやつを半分に折って使います。こんな感じに折りますよ。そしたらこれを半分に折って、そしたらここが36センチですね。でこの折り目のところをステッチかけます。だいたい5ミリぐらい開けてステッチをかけます。これを2枚用意してください。ここジグザグミシンかけておくと後が楽です。じゃあ袖作っていきます。ここ半分の幅18センチとここが36センチです。それで唯一切りっぱなしがあるの袖、ここね、真ん中に切ったここが切りっぱなしがあるから、さっきここちょっとジグザグミシンとかロックミシンかけといてあげるとほつけてこなくていいかなって思うから、まあかける人は今かけちゃっといてください。ということでジグザグミシンかけました。そうしたらお袖作っていきます。お袖これ半分にあるよな。これはね中裏、こっちが表外、今回は珍しく表が外です。はい、両方やるよ。はい、表が外です。簡単よね。2つ折れたら今度ここがふわっとしてるからステッチかける、ここも5ミリ幅でステッチかけていきます。これを両方ステッチかけます。ステッチかけました。ここステッチかけました。じゃあこれを身ごろの上にセットしていきます。ステッチをかけることができたらさっき作ったこの身ごろの上に乗っていけていきます。ここ中心線、肩の剥ぎ合わせのあるところ、私たちで言ったら折って印つけたところ、折ってないか、真ん中のところにまたここの真ん中と真ん中を合わせて乗っけます。こっち表ですよ、表にこれをそのまま乗っけます。そしてここを1センチぐらいの縫い代で縫っちゃいます。カチャ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 、こっちもカチャ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 縫っちゃいます。縫えましたらこれをこっちによいしょ、こっちに倒してアイロンをかけておきます。はい、さっき中心分からなくならないように洗濯バサミしてたでしょ、外すね、ここその時に分からなくなるからこっちも洗濯バサミ敷いといたんです。それで外す時に見えなくなるから印つけときます。お袖セットしましょう。お袖置いていくよ。真ん中指アイロンして、指アイロンして、ここの印のところ、ここの真ん中のところ、ここを合わせます。こっち表やからね、表表表に乗っけます。そして止めます。はい、そしたらここをまっすぐミシンで1センチの縫い代でツタタタタッと縫い付けてください。こっちも同じです。こっち左も同じです。袖つけるよ、袖袖。袖つきました。そしたらこれをこっちに倒して、ここアイロンかけて押さえておきます。これ両方やるよ。もうすぐできます。
では中表に折ってください。今こっちに見えてるのは裏ね、中が表ですからね。そうしたら袖から裾まで一気に縫っていきます。ミシンである程度ピンチかなんかで押さえておいてもいいですね。私あんまり待ち針使わないから、ここツタ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 とミシンで上から下まで縫っていきます。両方ね、ツタ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 。はい、お袖が縫えました。ちゃんとここアイロンで起こして綺麗に当てときました。それを2つに見返しを大きく折って、こんな形になりますね。ここ首割れてるよ、ここでね。そうしたら次ね、その前に私ここ前後ろいつも分かんなくなるので、お家でいらないリボンあったから名前付きやけど後ろにリボン縫っときました。目印これはなくても全然いいです。はい、じゃあ次ね、ここの脇の下をタタタタタタと縫っていくよ。こことここ合わせて、あ、ここねジグザグの一緒に伸ばしといたから今やった。ここ止めて、でここきっちり縫える方がいいか、ここきっちり止めといて、そうしたらミシンでここから1センチの縫い代でツタタタタタッとやって裾まで縫っていきます。ツタタタタばっかりやね。袖のとこからね、ここずれたら嫌なとこから縫っていくよ。返し縫いして、ここ脇ずれたあかんから必ず目打ちでキュッと押しといて止まる。こう針刺したまんま押さえ上げて、そしてここの脇に流れていくところ、これ私適当にいつもやってるだけやから正しいかどうかは分からへんからね。自然な流れをここぴっちり合わして持っといて、ここ自然な流れを作ってこうやって、でここ倒して、それでこれ緩やかによいしょよいしょ1センチになるようにこうやって下に下がるって感じですわ。出ました。そしたらここもアイロンで開いて綺麗にアイロンかけていきます。それでここをトゥーって今塗ったでしょ。そうするとさあれ長さ長い、ちゃんと測ったはずやのにとか、ちゃんと測ってないから私はこういうことがよくあります。ここね、長さ下の方が長いでしょ。そしたら慌てない、ハサミで切ります。こうやってまっすぐして平らにして、それで長いとこだけハサミで切っちゃう。恐れるな、自分家でホームウェアできる分には全然 OK。 犬のお散歩だって行けちゃうよ。来てるよ、今着てるワンピース超便利、涼しかった。今年の夏はこれで着れましたね。まっすぐなったでしょ、ね、で もうすぐ出来上がり。ここね、裾の始末をします。裾をここね、ここを中にくるんくるんとくるんくるんとくるんくるんと三つ折りにします。1センチ幅で大丈夫です。1センチ幅の三つ折りにしてミシンをかければ完成です。そうしたらここだいたいこうやって1センチ折って三つ折りにしてぐるーっと一周縫ったら出来上がりや。じゃあアイロン当てたから裾縫っていくね。今日はなんか無駄なおしゃべりなくてつまんなくない？大丈夫？今三つ折りにしていくんやけど、もちろんもちろんアイロンでこう1センチのとこ折って、もう1センチ折ってやってくれるの一番ええんやけど、今日は邪魔くさいから最初に三つ折りやっといて、あげて挟んで。この間やったあれやね、何やったっけ、なんか端っこやった時にこうやってここで1センチつまんで、ここで1センチつまんで、で目打ちでチューってこうチューってやったら1センチの三つ折りができるから、ここでまっすぐで縫っていくよ。もうごめん、こんなお着ばかりして。ええやろ、もう楽ちんなのがええやろってやっていって。はい、できました。こんな感じです。めっちゃ簡単でした。1、2、3ぐらいでできちゃったね。
こんな感じです。またここに全身の分を貼っつけておきます。これでだいたい 2m40 だから 120cm、120cm、115cm ぐらい、膝丈 10cm のつもりで作ったけどちょっと長かったかな。でここ結構ボリューミーなので、あのちょっと紐つけて、ここに紐つけて背中で言われるようにしたらもっとすっきり着れるかもね。これでも十分可愛い。なんかこんなの割には可愛いと思います。袖もあんなちょっとやったのにちゃんと半袖になったね。ここの袖ゆったりめの人がいいかったら36ってやったけど40にしてもいいと思います。で、あのもっとゆったりめでリクエストある、なんかよく質問で私めはゆったりめなのでっていうのをいただくので、これに続いてこの作り方でちょっとゆったりめサイズのアレンジしてやってみようかなやってみてっていう人はコメントください。よろしくお願いします。どうでしたでしょうか。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。いつもあのコモンでチュニックのもっと簡単応用版でワンピースにしてみました。ちょっとしたアイディアと素材違いでどんどん応用が効きそうなので、皆様飽きなかったらもっとこのアレンジで、簡単アレンジ簡単アレンジでこういろんなものを作っていってもいいかなって思っています。高評価いただけるととても嬉しいです。チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。チャンネル登録していただけるとまた新しいお知らせが届きます。いつも着物リメイクだけでなくって、一貫針や日々の手作りとか工作とかもアップしてますので、よかったら見ていってください。リクエストとか、こんなのあったらいいな、こんなんできるかなとか、なんかないかなとかリクエストくれたらすごく嬉しいです。またお会いできるのを楽しみにしています。一貫針のリアンでした。どないどない